こんばんは。やばない、30度の部屋にいるのは絶対にやばくない？死んじゃうよね。でもなんならさ、今家帰ってきて、あ、家の中意外と涼しいやんと思ったから、外の方がもっと暑いってこと？もう夏やんね。こんばんは。ということで現実に帰ってきてしまいました。夏やね。こんばんは。2日間楽しかったです。めっちゃ可愛かった、ありがとう。今日はハーフツインやりました。最近なんかプリプリの可愛い髪型にハマってます。ちょっと待って、エアコンをさ最大効率にするために洗濯物を横にどかそう。よいしょ。こんばんは。じゃあまた iPad 取ってくる。忘れちゃった。さあ、愛媛から帰ってきて、まず目標はこの部屋に誰かを呼べるくらい一旦片付けるってことですね。トメさん、アジサイありがとうございます。こんばんは。配信だけど楽しかった、ありがとう。コンサートお疲れ様でした。ジョンマン、小原ジョンマンとの2人目懐かしかった、昨日ですね、ありがとうございます。こんばんは。楽しかった、ありがとう。え、マジで小原さんとさ初めましてだったからさ、あ、なった。ハマちゃんと一緒に2日間楽しかった、楽しかった、ありがとう。あっという間でしたね、マジで大変やったで。あ、アップルウォッチが機内モードのままやった。よいしょ。こんばんは。なんかさ、メンバー 8でライブするのも久しぶりだったし、なんかジョンマイラブの役者さんたちに会うのも久しぶりだったんで、すごいなんか新鮮でした。楽しかった。恋2日間だったね。家族で訴えありがとう。こんばんは。楽しかったでやんすね。最後の飛行機マジで死ぬかと思った、眠すぎて。めっちゃ寝ました。いい公演でしたね。キャランさん、草田もありがとう。楽しい時間あっという間でした。え、マジ3日間超あっという間だった。3日前にさ、24日のさ早朝に家を出てさ、あれして、あれさ、昨日三つ編みか、そう、24日の早朝に家を出て愛媛行って、表敬訪問3軒回ってリハーサルして、25日朝松山城行ってでコンサートやって、そう、夜みんなでご飯食べて、あ、笹さんありがとう、ギフトありがとう。で今日も朝から、朝、今日はでも昼ぐらいかに、昼前に起きてコンサートやって、もう爆速で帰ってくると。あっちゅう間やったぜ。生でコンサート初めて見たんだけど最高だった。あ、嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ楽しかった、ありがとう。やっとさアイドル姿をちゃんと見れてよかった、嬉しい、ありがとう。昨日は可愛かった、ありがとう。こんばんは。誕生日に前日婚、最高のプレゼントでした。あ、お誕生日おめでとう、おめでとう、とう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 。結構忙しかった。え、3日間マジでめっちゃ忙しかった、ずっと忙しかったよ。そう、
そうなの。さて、いやでもマジでさ、愛媛行く直前がさ公演続きでバカ忙しくってさ、今部屋がひっちゃがめっちゃかなんですよ。片付けねえとな、明日は片付けよう。やっと生でアイドル姿のサリー見えた、ありがとう、楽しかった。ヒロリンさんお疲れ、ギフトありがとう。やっぱライブは最高、2日間ありがとう、ありがとうございます。前しか向かない、前しか向かねえの終わった後の、達成感が表情から伝わって、達成感っていうかマジで疲労困憊。あれツナちゃん、あじさありがとう。マジでさ、めっちゃ多分サイの声聞こえてたと思うんですけど、めっちゃね歌うんですよ、あれセンターやし、でめっちゃ動くんですよ。そう、あ、ゆなちゃんショールームやってる、さっきまで一緒にいたのに不思議な感じ、寂しいね。こんばんは。ユナのディーナちゃんとわちゃわちゃしてんの可愛かった。ビンゴでもわちゃわちゃしてた。愛媛に連れてきてくれてありがとう。うわ、愛媛までみんな来てくれてありがとう。大島さんポジで興奮しました。あ、そう、それさ、ゆうこさんのファンだったんですよ、あの昔。だからめっちゃ映像見て研究した、マシかムカでやるのかと思って。元気いっぱいのパフォーマンスだった。まあでもそんな、なんか前ほどはしゃがなくはなりましたけどね。共演したことない小原さんとしおりさんとの共演胸熱でした。まあ小原さんは初めましてだったんですけど、しおりちゃん、しーちゃんとは結構東京で横内先生の舞台見るときに隣の席だったときに初めましてして、でなんか入れ替え稽古の時もちょっとだけ、まあ本当に 2,3 日ですけど会ったりしてて、なんか別に割と仲良しだったんで。そう、しーちゃんとはね、なんか共演したことないって感じがあまりしませんでしたね。ヤッピーって挨拶してくれる。タメさん可愛い人ありがとう。ヤマさんお疲れ、人ありがとう。お疲れ様です、ありがとうございます。28日サリー見れると思ってたのに。ああそう、28日の公演、そうなんですよ、なくなっちゃって。結構さ、公演28日入るよって方、ツイッターじゃないや、ショールームでいっぱいね教えてくださってたと思って、そう、非常にね、非常に申し訳ない。そうなんですよ、悲しい。まあでもしょうがないですね。こんばんは、せいなさん、体調が治ると良いですけれども。ゆなちゃんにコメントしよう。しけんさんお疲れ様です。お疲れ様。そうなんで、28日にね、もし来ようとしてくださってた方いたら申し訳ない。ちょっと待って、缶バッジ完売しました。え、嬉しい。本当ですか。めちゃくちゃ嬉しいね、それは。
こんばんは。あの前鉄のさグッズあるじゃないですか、あれ左から2番目の上の段のやつが私です。こんばんは。スイちゃんいるよ。ゆなちゃんに寂しいってコメントした。こんばんは。あれは誰か誰か全然わからんかった。あ、本当？さ、なんかさ、さやはすぐわかったって誰かに言われたよ。誰だっけな。そう。これ私だよって言ったら、あ、すぐわかったよそれって。マイカナさん会議室ありがとう。赤い漂流ライト、あ、ね、見えたよ、見えた、めっちゃ。眠くなっちゃった。ゆなちゃんがさ、ミサイリンのだから君が好きなのかの話をしてくれてるんだけどさ。こんばんは。めっちゃ楽しかったな。インスタのストーリーでサリンとの写真載っけるメンバー多かった気がする。え、そう、なんかさ、愛媛でマジでみんなとすごい仲良くなった。なんか声枯れてるのは今日いっぱい歌ったからか。こんばんは。楽しかった愛媛。ね、今回はあやねちゃんとめっちゃ距離が縮まった。なんかゆうなちゃんがさ、あやねちゃんとめっちゃ仲良しなのね。で、さやはゆうなちゃんといっぱい一緒にいて、で、その3人3人でよく一緒にいた、この愛媛楽しかった。なんかずっと仲良くなりたかったけど、あんまりさ、機会がなかったからさ、仲良くなれてなくて。そう、嬉しい。え、そう、チーム一緒だったから、そう、多少はね、多少は仲良くというか喋ったりはしたんですよね、ちゃんと。そう、でも、まあ、なかなかそんなさ一緒にどっかに行くとかはなかったし。そうなんです。ねえ、部屋が冷えない。さやは暑い今。でも1度下がった帰ってきた時より。前しか向かないサインかっこよかったよ、ありがとう。だって部屋が30度もあったからさ、リップが溶けてるもん。リップが溶けてら。こんばんは。長野に帰る夜行バス。愛媛から長野だいぶ時間かかりそう。大阪長野もすごいかかるから、寝るとき熱中症気をつけてね。まあでもお風呂入ってる間にも部屋は気温下がるやろきっと。え、そう、帰ってきて東京暑くってびっくりした。めっちゃ暑い。愛媛も相当暑いけど、東京も負けないぐらい暑かった。そうそうそう。
こんばんは、ね、飛行機久しぶりに乗ったの楽しかったな。愛媛往復。マジでさ、ゆなちゃんに会いたくなってきて、ゆなちゃんの顔見てたら。ゆなちゃんがなんか落ち込んでる。なんで？こんばんは。久しぶりに来ました。こんばんは。こんばんは。ハーフツイン可愛すぎてやった。よいしょ。こんばんは。東京36度。えぐっ。えぐっ。え、ゆなちゃん。泣いてるねえ、かわいい。どうしたの？かわいい。こんばんは。スマホの待ち受け、昨日の1日目のコンサートだった希望的リフレインの写真。あ、嬉しい。そうさ、撮影コーナーさ、あれ撮影コーナーですよね、リフレインって。昨日の撮影コーナー何の曲だっけ。2曲あった。エビカツか。エブリデイカチューシャとリフレインでさ、昨日はリフレインセンター立たせてもらって、今日は前しか向かねえでセンター立たせてもらって、なんか嬉しい。こんばんは。めっちゃ嬉しい。こんばんは。こんばんは。さつかコーナーでサイリンセンターを湧いた。嬉しい。ツイッターに写真載ってました。嬉しい。こんばんは。こんばんは。今回の衣装さ、前にさ、クラゲをさ歌番組でやった時にも着てたやつでさ、なんか元カレレースをやるから、インナーがいつものフリーパンじゃなくて短パンだった。そう、最近インナー短パンなこと多い。A 公演もそうじゃないですか。中盤とアンコールの衣装。そう。最近多いですね。ねえ、今さ、ゆなちゃんの配信のコメント勝手に読むんだけどさ、4期の発表あるかと思ったけどなかったねってコメント、マジでそれな。4期の発表するかと思った。誰やるんだ。まだ決まってないのかな。まあ、でもなんかオーディション中って言ってたな、鉄以外の人。鉄は知らんけど。そうそう、全然全然まだオーディション中みたいな、今度面接みたいな言ってたな。全然まだまだかな。こんばんは。でも8月に終わっちゃうでしょ、3期が。1ヶ月後ぐらいか。こんばんは。卒業タイムの動画見直してたら新しいスマホに変えたくなった。いやー、わかる。なんかもうさ、無限に画質良くなってくじゃん、携帯って。どんどん新しいのにしたくなるよね、撮影可能タイムがあると。さやてつ希望。なんかさ、ずっと言ってくれてるじゃないですか、皆さん。息が終わった時から3期サイリンって言ってくれてて、 3期は叶わなかったから、なんか4期か 5期があるのかな、わかんないけど、なんかまたできたらいいですよね。できたらいいですよね、スタッフさん。試験です。試験さん、こんばんは。サイリン推しカメラいっぱい買ってる。今日の方が昨日よりね、サイリンうちわがめちゃくちゃ多かったの。マジで。さ、多分今回の愛媛コンサート、私のうちわ一番多いんだけど、2日間。いや、わかんない、ひいき目だと思うけど。
ひいき目だと思うけど、一番多いんだけど。そう、すごない？めちゃ多かったんです。全員にレッスン遅れたか心配なくらいいっぱいいてくださって嬉しかったです。感謝感謝。実際姫には、そう、坊ちゃん劇場に出てからファンになってくださった方がまあ結構いてくださってですね、そう、嬉しいです。こんばんは。愛媛の人を虜にさせちゃう魅力がもしかしたらあるのかもしれない。はい、すぐ調子乗る。こんばんは。が第二の故郷として愛媛はこれからも大事にしていこうと思いました。こんばんは。お腹空いちゃった。サリーのパフォーマンスがいいからですね。本当？嬉しい。ポチン劇場のステージ結構広いんだね。そう、舞台の劇場だから、舞台ってやっぱステージが広くないとあんまりこういろいろできないので結構広いです。でもなんか久しぶりに今回さ感激はね特にしてないんですよ。ここのメンバーはしてたんですけど、浜ちゃんと私はちょっとせずに YouTube 撮影に行っちゃったので感激はしないんですけど、今日その準備しながら音だけは聞こえてたんですよ。そうそうそう、音声だけ聞いててなんかそう懐かしかった、音楽とか。そう、あとさやっぱ女性陣がさ、まあしーちゃん以外、しーちゃん以外はさやがやってた一期の時と一緒だったから、そうなのですごい懐かしかったね。歌声が全部かえさんの綺麗とかマジ懐かしすぎてびっくりしちゃった。クロスザシーンもね、荒波荒波を襲われて流されて、かっこよかったわ。こんばんは。めっちゃかっこよかったわ。こんばんは。カイさんの綺麗なメロディーちょっと変わってなかった？そんなちゃんと聞いてなかった。そうなの？結構でもさいろんな曲メロディー変わってたくない？そう、なんか変わってってびっくりした。なんかハモってなかったとかハモってたりとか。そう、マジでマジで曲がめっちゃ変わってた。だからもし次やるってなった時に覚え直せるか心配だから、もし出るって言われたらちょっと戸惑っちゃうかも。あってあとね、思ったのがマジでセリフ覚えてなかった。なんか音だけで聞いててさ全然さ、なんか当時だったら6ヶ月前だったらなんか全く同じタイミングでこうもし喋ってる音が聞こえたらさ言えたと思うんだけど、全然それ覚えてないから、ああこんなことも言ってたかしらねみたいな。それね一番びっくりしました僕は。人間って半年も経てばセリフ全部飛ぶんだなって。しーちゃんもりんさんも素敵なおきくちゃん。そう、だからりんさんがさっきツイッター反応しててくれたからちょっとあれします、連絡取ります。こんばんみマジでセリフ一個も覚えてなかったわ。もう絶対に嫌ですしか覚えてないもん
ゃん最初の絶対に嫌です、シャキーンドゥ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 ンのとこしか覚えてない。待って、今日めっちゃ顔むくんでる、超デブやん、痩せな。愛媛行くと絶対太っちゃうんだけど、美味しいもんいっぱい食べちゃって。そう、金曜日が一番痩せてたわ。イエスさんありがとう、ギフトありがとう。でもあとなんだろう、セリフ覚えてんの。高野中様お読みくだされ、人の値打ちは身分や仮面で測る。ああ分からん、ここまでしか分からん。身分や仮面で身分や仮面では測れませんねみたいな感じだった気がする。その値打ちは身分や仮面では測れませんね。はい、ああ覚えてないね。身分や仮面では測れませんね。では鉄殿はなんちゃかこんちゃか、ああ覚えてない、他のセリフもわかんないし、なんだろう、他にセリフ何があったかな、思い出そう。喧嘩のシーンとかは多分1ミリも覚えてないんですよ最初の方、そう鉄ですみたいなとこ、中浜万次郎にござりまする。あの辺セリフあんまないか、分からん、もう思い出せん、どうしよう。でも今度さ、ゆうなちゃんが出るんですよ、7月に、7月の中旬に。なのでゆうなちゃんのセリフ読みに一緒にやってあげようかなって思ってるので、その時になんかまた思い出せるような気がします。ワンバンコ、キャンリンキャンリン、お祭りみたいに浮かれちゃってファミリーを忘れるなみたいなね感じですよね。なんかお土産買ってきたの、いや、まあ、またなんかだろう、もうさ、愛媛さホームだと思いすぎてさ、お土産買わなかったわ、そういえば。いいやって思っちゃった。別にだって家帰った時にお土産って買わんやん、そういう感じで。なんか愛媛もホームすぎて買わないで帰ってきちゃった。まあいいかっつって。でも今日ねライブをね、翔太さんとか竹迫さんとか、あと誰、アダルさんとか、あのキャストの人がね、まあ、昨日もなんですけど今日も見に来てくださってた方もいて、あの翔太さんが歌うまいねって言ってくれたのがめちゃくちゃ嬉しかったですさやかやっぱ歌がうまいねって、めちゃくちゃマイクスタンドよかったよって言われました。嬉しかったです。そうだし、横内先生にもさやかは前より歌が上手くなったねって言われたんで嬉しかったし、そう、こんばんは。なんか歌めっちゃ褒められた。でも確かに、まあその世間一般的に見て上手いかどうかは一旦別として、過去の自分と比べた時に前はなんだろう、もっと力んでたような気がするんですよ。そう、もっと力んでた気がして、は頑張って声出さなきゃ立ってた気がするけど、だから適度に力を抜いて声出せるようになったなとは自分で思うんですよ。それがそのまあ以前の自分よりは上手くなったと言われる要因なのではと考察しています。 Yes、 嬉しかったです。
ばんは。あ、でも思ったのがセリフはマジでまるで覚えてないけど、歌詞歌は割と覚えてんだなと思った。そう、歌の力ってやっぱすごいですね。覚えられるわ。うん、今月ってあと何日ですか？ちなみに27、28、29、30、あと4日。やば、短っ。あっという間に終わるやん。4日、4日か。今日も入れて4日か。27、28、29、30、あ、じゃあ今日入れないで4日か。4日、なんか明日多めに配信したいな。最近配信ちょっとしかできてなかったし、2回配信ぐらいしたいっすね明日は。天野ゆきち初めて見たんじゃない？あ、でも天野さんのゆきちは入れ替え稽古の時にちょっと見てたんで、なんか懐かしいなと思いました。やっぱ1年の半分か。そうか、6月の終わりってさ、ただ6月が終わるってだけじゃなくて1年の半分が終わるってことと同義なのか。えぐいね。最後美味しいものは松山鯛めしと宇和島鯛めしどっちも食べたし、なんかイオカンソフトも食べたし、でも名物はそのくらいか。 あといちご日和さんのいちごシェイク飲みました。かぼちゃ先生ギターありがとう。サリンおすすめの松山鯛めしマジで美味しかったです。どこ行ったの？松山鯛めしってどこで食べた？赤かな、パパと行ったとこかな。宇和島鯛めしはね、浜ちゃんと岩水に行ったけど通ったな。その前いちごシェイク美味しすぎてさ、昨日も今日も飲んじゃった。いちご日和さんさ、さやは行ったことないの。浜ちゃんとかは行ったことあるんだけど、さやもまだ行ったことないから、そう行きたいね。もう愛媛に行くことなさそうだけど、なかなか。そう、昨日の夜松山鯛めし食べて、今日はそう帰る前に宇和島鯛めし食べましたね。角屋で食べました。宇和島鯛めしは豆乳入ってないやつ飲みましたね。よいしょ。こんばんは。マーズさんは行ってないです。行く暇なんてなかったです。みんなで行きたいねって言ってたんですけど行けなかった。こんばんは。楽しかったな。なんかメンバーと一日中いるっていうの楽しいですね。しかもその東京じゃない場所で、ホテルだったから、なんかみんなで一つの部屋に集まって夜中まで喋って、やばい明日やばいよって言って寝たりとかがめっちゃ楽しかった。こんばんは。なんか泊まり会みたいなしたいなと思った。こんばんは。したいね。ロングジョインのジョンマイコラボパッケージ富士でラスト1個なんとか確保した。あ、いいですね。売れてるんだね。こんばんは。まだね、四国行かないとロングジョイ買えないからね、ジョンマイコラボパッケージで。
みんな買うよね、せっかく行ったしっていう。そう、ゆなちゃんとあやねちゃんとの配信マジで楽しかった。ご飯食べながらやったやつね。それは1日目の夜なんですけど、昨日の夜もゆなちゃんとあやねちゃんと、あとあのメイクさんメイクさんも来てくれてたんですけど、とかと一緒に喋って夜中まで、めちゃくちゃ楽しかった。そう、こんばんは。やっと地元帰ってくれた。あ、お疲れ様、お帰りなさい。まあだから昨日夜中まで喋ってたから今日寝坊したよね。目覚ましかけずに今日寝ちゃってさ、やなんかさ、集合がホテルのねフロントだったんだけど、集合時間の4分前に起きたの。私やばくない？そう、びっくりしちゃったよね。でさ、キャリーに何にも詰めてなくて、そうやばいってなって、顔洗って化粧水と乳液だけ塗って、あと全部キャリーにとりあえず詰めろと思って、とんちゃんのんちゃん詰めて、で降りて集合時間ピッタだった。めちゃくちゃ鬼の寝坊したのに奇跡的に間に合うっていうね。しかもさ、最後じゃなかったの、それでそれでさ、最後じゃなかったからね。でも集合時間に間に合ったんでよかったです。寝坊したけど、寝坊して遅刻してたら夜中まで喋ってた私がもう完全に悪くて、本当に反省しようと思ってたけど、間に合ったからまあいいかっていうね。そう、普通にはもう一人寝坊で普通に遅刻した人がいたので、まあ、誰かは言いませんけれども、あの全然あれやった、全然あれでした。でもさ、めっちゃさ集合遅かったの今日なのにさ、寝坊ってマジすごいよね。集合が遅かったから、あ、朝ゆっくり準備できるわと思って何の準備もせずに寝たの昨日。まさか寝坊するとは思わなかったよね。そう、でも遅刻しなかったのでセーフです。遅刻したらマジでマネージャーさんとメンバーにすごく謝るところでした。そう、本当にごめんなさいっていうところ、遅刻してないんでセーフ。寝坊して4分で準備した人になっただけ。でも本当に顔洗ってキャリーに全部荷物詰めて閉めた、キャリーでカカカカカって。え、そう、逆にね、よく起きれたと思うの。はっ！って目覚めたら10時56分って書いてあって、あ、そう、11時だったの集合が、10時56分って書いてあって、やばいじゃんみたいなね、びっくりしました。忘れ物なかった？なんか3回ぐらい部屋を見回してなかったし、なんだかんださや全然荷物広げてなかったの。いや、なんかその脱いだ服は山盛りにしてて、あと洗面所にその洗面グッズたちは広がってたけど、それ以外の場所に一切荷物を広げてなかったのね。そう、なんか部屋の机とかそういうところに一切荷物を広げてなかったから、多分忘れ物ないと思う。いつか大失敗しないか不安。でもね、この大寝坊ね3回目ですね、これ仕事の時の大寝坊。1回目は集合時間に起きて、ああ終わったと思って、その時も5分で準備して降りて、5分遅刻したんですけどまあそれはだから反省した。さあ、ものすごい反省した。そう。で、2回目も、2
2回目は集合時間にマネージャーから電話かかってきて、その時もう5分で部屋を出てちょっと遅刻してめっちゃ反省した。その1回目と2回目の間に4年ぐらい空いてるでその2回目の集合がね朝3時だったの。まあそれが起きれなかったですね。そう、朝3時は無理でした。そう、びっくりしましたね。マネージャーさん電話くれなかったの？だから集合時間過ぎてたら電話かかってくるけど、別に集合時間過ぎてないから電話はもちろんかかってこなかったですね。そう、でも遅刻し寝坊、もう一人の寝坊の人は電話で起きてました。マネージャーさんからの集合時間に来なくて電話かけてみたいな。そしたら昨日目覚ましかけずに寝ちゃったっぽくって、そうかけたと思って寝たんだけどかけてなくて今日そんな時間になっちゃったんだよね。そう、こんばんは。起きる時間くらいに、え、起きる時間くらいにマネージャーから電話来るわけなくない？メンバーの起きる時間なんて把握してなくない？マネージャーさんだってチームエイト今30人ぐらいいて、マネージャーさん、エイト担当のマネージャーさん今2人とかだよ。やばい、配信終わりにしなきゃ。ランキング見ます。13位ともちさんありがとうございます。12位かぼちゃ先生ありがとうございます。11位まさとさんありがとうございます。10位キャロンさんありがとうございます。9位わさっぴさんありがとうございます。8位ひらりんさんありがとうございます。7位ひろせいやんさんありがとうございます。6位はるんちさんありがとうございます。5位バイクこぞうさんありがとうございます。4位つなちゃんありがとうございます。3位やすさんありがとうございます。2位フーディーさんありがとうございます。そして1位はとめさんありがとうございます。そしてやっちさんお疲れギフトありがとう、ありがとうございました。では皆さん遅くまでお付き合いいただいてありがとうございました。早く寝て明日は部屋の片付けをバカ頑張ります。ではおやすみ、バイバーイ。